どうもこんにちは、劇団スカッシュのゆうやです。ということでね、事務所はですね、日々ココモのその編集、そして旅の編集と、もう全員でやってるんでね、なんで今あいつカメラ回したんだっていう感じで、今大変嫌われ者の状態でございます。マイカさんにも完全に今睨まれる。はい、僕のせいでこれは、はい、こんなね、ケン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 しておりますが、僕はやらなければならないことがあります。こちらになりますね。こちらに映ってる男性ですよね、僕の知ってる限りでは前川健二さんという方なんですけどもね、先日、お誕生日を迎えたということでですね、毎年恒例のプレゼントの方をしていきたいと思います。今回はですね、セブン&アイの限定のダイエットレモンコーラの方をご用意してさせていただきました。前川さん、お誕生日おめでとうございます。やったー、欲しかったやつだかわいそう。あ、ゼロカロリーじゃん。やべ、コーラとかいいじゃん。ごめんごめんごめん、すぐ終わらせるから本当にみんなごめん、うるさくてごめん。じゃあカメラもう逆に変えますね。達也さんの誕生日ももうすぐ来るからね。あ、6月11日なんですよ。次は我が身ですよ、うん、俺ダイエットじゃない方がいい。何の気満々だよ。絶対どうせやらされた。いただきます。どうぞ。せーの、ハッピーバースデーテリー、ハッピーバースデーテリー、ハッピーバースデーディアケンジー、ハッピーバースデーケンジー。どうもありがとうだって。どうもありがとう。どうもありがとうございます。お、おいしい。レモン、レモン、レモン、おいしい。レモン、じゃあレモって言ったら違う。レモン、嘘ついたの。おいしいレモンって言ったら、なんでレモンに寄らしたのよ。なんでそう言うから。おめでとうございます。ありがとうございます。他にプレゼントはないの？ないよ。いつもこれしかくれないもん。なんこんなの嬉しくねえよ。おい、毎年いろいろ探してんだよ。去年はメッツだったりさ、もうこっちもネタ切れてんだよ。いやいや、一緒ネタ一緒でしょ。え、本物っていうかコカ・コーラのやつ探したらなかったからメッツコーラにしたって言ってたじゃん。バレてんだよこっちには。今年も1年よろしくお願いします。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございました。また年来たんだ。え、そうなの。結構やるよねこれ。いやーこれだけまださ、あれだけどさ、もう50、60になってもやるよ。コーラ飲まされると思ったらさ、ちょっと心配だよ。ゲップと一緒に入れ歯が出ちゃったみたいな。いや俺が一番心配なのはさ、全部頑張ってさ飲んでさ、50ぐらいだからさ、救急車とかあるよ、それあるよ。大地君編集してるこのシーン見せてあげたら、特別に日々ここものほら、いやそれ後編だろ。いやいいよいいよ、見せちゃいなよ後編のこのシーン。監督の許しが出たから、じゃあちょっとだけ日々ここも、しかも全編出てないのこのシーン。はい、このとこまで。いい、誰今の、今の誰、いいの大地さん、こんなやってもらっていい。やー、これもギリギリよ。ここまでね、使わねえ可能性ある。ここもでって今言ってた。ここもで、ここもでいいのって言っちゃってた俺。お前だったんだ。持ってた。はい、ケンちゃんのお誕生日会でした。バイバーイ。会まではいけないよ今のじゃ。会まではいけない。お誕生日パーティーでした。おめでとう。パーティーの方はこれで終わりです。ありがとうございました。いいね、簡単。
った、ニセカンド作れて。いいでしょ、これ。これ3回作れるから。すごい。今年はショーンくんで4回作るから。俺も入れないでください。うん、はい、それではみんな、次回は達也さんの誕生日だよ、お楽しみに。そのコーラでダイエットやろうよ。